もくおいしいきのこ、今日もみんなでクッキング。本日のレシピはお肉がなくても大満足、きのこのベジタコライスです。それではレッツクッキング。今日の食材はこちら。まずはえのきたけ 1/2 袋は先端から粗めのみじん切りにしていきます。えのきは根元を残したままみじん切りにするとバラバラにならず切りやすいですよ。ぶなしめじ 1/2 袋は根元を切り、粗めのみじん切りに。玉ねぎ 1/4 はみじん切りに。レタス2枚は幅5ミリの千切りに。トマト1個は 1.5 センチの角切りにしていきましょう。木綿豆腐1丁はキッチンペーパーで包み、軽く水を切ります。後で炒めるので水切りは軽くで OK です。続いてフライパンにサラダ油大さじ1を熱し、豆腐を入れて崩しながら炒めます。水分が残っているとべちゃっとした仕上がりになるので、そぼろ状になるまでよく炒めてください。そこにきのこ類、玉ねぎを入れて塩小さじ1/4を振り、玉ねぎが透き通るまで炒めていきましょう。塩を入れると水分が出やすくなるので手早く炒めることができますよ。ここで今日のポイント。お肉の代わりに刻んだきのことそぼろ状に炒めた豆腐をタコライスの具材に。きのこでボリュームアップするのでお肉なしでも満足感バッチリです。余分な脂質を抑えつつ、タンパク質やビタミン、食物繊維などもしっかり補えるヘルシーなタコライスになりますよ。ここで火加減を弱火から中火に落とし、ケチャップ大さじ4、ウスターソース大さじ2、カレー粉小さじ1/4を加えてよく混ぜたら火を止めます。カレー粉の量は味見をしながらお好みで調整してください。そして器にご飯を盛り、レタスを広げ、炒めた具材をのせます。トマト、チーズ 50g を彩りよくトッピングしたら、こちらできのこのベジタコライスの完成です。お肉を使わない豆腐でヘルシーに仕上げたタコライスはマイルドな味付けで、夏休みの子供向けランチにもおすすめです。トマトとレタスの彩りも綺麗で、カレー風味が食欲そそるタコライス、ぜひ作ってみてください。本日のきのこ図鑑、長野県中野市はえのきたけの生産量日本一のきのこ王国。産地がお届けする中野きのこ新聞にはレシピや産地情報が満載です。ぜひチェックしてみてください。今週も見てくださってありがとうございました。皆さんからのレシピの感想や作ってみたレポートなどコメントもお待ちしております。それではハブアマッシュデイ、ご視聴ありがとうございました。きのこチャンネルならではのレシピをお届けします。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。